皆さんどうもポケモーニングポケモン情報局のひろとです。今回は新しくイベントで追加されたこちらのプリンを使ったデッキを紹介していきたいと思います。このデッキは海外大会で8連勝をして優勝したデッキになりますね。デッキがカモネギ入ってたり、ガルーラ入ってたり、プリン入ってたり、プクリン入ってたり、ナッシー入ってたり、たまたま入ってたりとか、まあ、いろんなカードを使ってるんですけど、まあ、非常に面白くて、よくできたデッキですので、早速このデッキ使っていきたいと思います。それではバトルスタートです。手札はモンスターボール、ガルーラ、スピーダー博士の研究、モンスターボールなので、まあ、ガルーラから出していきましょう。ガルーラ出して、準備完了です。相手ピカチュウデッキですかね。サンダー EX が出てきました。こちら先行ということで、ピカチュウ EX デッキ相手に先行なのはちょっときついですが、うまく立ち回っていきたいですね。さあ、モンスターボールからプリン、そして、カモネギも引いてきました。次のターン、ナッシーまで進化できたらありがたいんですけど、ここで博士の研究使っちゃうと、相手がレッドカードを使ってきたときに、ちょっとしんどくなりすぎるかなと思うので、今回は博士の研究を使わずに盤を終了させました。まあ、このデッキのいいところなんですけど、まあ、全部種ポケモンだったり、ナッシー EX、の技を打つエネルギーが一つなんですよね。エネルギー一つで全員技を打てるんですよ。プクリン以外全員、エネルギー一つで技を打てるってことで、プクリンをゆっくり育てることができます。プクリンに3つエネルギーつけるの大変なんですけど、このデッキは、プクリンにエネルギーつける余裕がたっぷりあるのでね。安心してプクリンを育てることができます。さあ、カルーラにエネルギーをつけてピヨピヨパンチ打っていきましょう。コイン、裏、残念。残念ですね。残念すぎますね、これは。まあ、前までは、この進化前のプリンが、昔のプリン。パックから出るプリンだったので、パックから出るプリン、技、打つためにエネルギー2つ必要だったんですよね。ただ今回からエネルギー1つで良くなったので、このデッキとかなり相性がいいという感じですよね。傷薬博士の研究夏目です。レッドカード使われましたね。ピカチュウ EX デッキなんですけど、ピカチュウ引けてないですね。ピカチュウ EX デッキ意外と手札事故りますからね。相手、手札事故ってるんじゃないかなと思います。プリンとたまたまを引いてきました。プリンにエネルギーをつけて、ピヨピヨパンチ打っていきましょう。運悪すぎますね。またゼロダメージと。何もしてないじゃん、ガルーラ君。何かしました、このカード。何にもしてないんですけど。相手、夏目使ってきましたね。たまたま手札にもう一枚あるので、ここはたまたま出しましょうか。まあ、個人的には、ここのガルーラの枠、もう一枚のカモネギとかでもいいかなと思うんですけど、まあ、とりあえず大会優勝した方は、ガルーラ採用されてたので、まあ、今回はガルーラで紹介してます。まあ、他にもね、傷薬の枠、今回のコイン裏出すぎですね。これ広いな、このバトル。初めてかも。説明の途中だったけど、ちょっと笑っちゃいました。もう二人とも裏出しすぎでしょ。今8回連続裏ですか、コイン。すごい試合取ってますね。すごい試合ですね、これ。ひどいな。ちょっとそれはそれで逆に困っちゃいますが、まあ、ここは、スピーダーでたまたま逃がして、カモネギで攻撃していきましょうかね。
カモネギで攻撃していきます。ここガルーダの死でも良かったかもしれない。三大 X の HP を90にしておくことでプクリンの、スリープソングプラス榊で倒せるラインまで相手の HP を削っておきました。相手ピカチュウも引けてないしね。グダグダですねこの試合。それで傷薬で三大 EX を回復してきます。レッドカード使いましたね。榊、夏目、まあ、こちらとしてはナッシーが欲しかったので、レッドカードを使われる分には全然良かったんですけど、結局ナッシー引けてないのであんまり良くないですね。またコイントス、まあ、ごめんなさい。これでもう一回全部裏だったらすごいですけどね。裏ちょっと待って。やば。誰か最後ちょっと。そんなことある？ちょっと待って。そんなことあります？ナッシー引けましたね。それはやばいって。それはすごいですね。まあ、ちょっとナッシーを出して、まあ、とりあえずピクリンにエネルギーつける感じでいいですね。で、夏目使うかどうかですが、まあ、雷中を倒しておくことで、ピクリンを一撃で倒されないようにできるので、まあ、ここは雷中倒しに行きます。雷中の10万ボルトが140、威力140でちょうどねピクリンを倒せるダメージなので、まあ、ここは雷中を優先して倒していきたいですね。まあ、手札に夏目もあるので、まあ、カモネギがやられたとしても、プクリン出してまた夏目使って雷中を倒すみたいなプランです。うわひどく、コイントスすごいですねこれ。そんなことあるんですか。傷薬で雷中の HP を回復してきましたが、まあ、プクリンで十分倒せるのでプクリンで倒していきたいですね。さあコイン4回投げて表の数かける50ダメージです。また裏？嘘でしょ？裏？ああさすがに、あさすがにね、さすがにね。さあ相手1ポイント獲得です。プクリン出していきましょう。先ほども喋った通り、これで後ろにいる雷中を倒せるので夏目使って雷中を倒していきます。スリープソングで、まあ、とりあえず雷中倒しましょう。さあ相手としては、まあ、サンダーのハリケーンサンダーですよね。まあ、コイン3枚表ならこちらの負けですが、まあ、3枚以上表出る確率はそんなに高くないので、まあ、さっき俺が4回コイントスして全部裏、相手8回コイントスして全部裏だったんで、まあ、12回連続で裏出たんで、もう全然コイン3枚表ぐらい出る時はあるんですけど、そんなに3枚以上表になる確率は高くないので、まあ、今回はこういうルートを取ったわけですね。まあ、相手は100ダメージ与えてきました。さあ傷薬、プクリンを1回逃がしてナッシーを出していきます。ナッシーにエネルギーをつけてナッシーの踏みつけ使っていきますか。めちゃくちゃコイントスしてますね2人で。はい、コイン表なので30ダメージと。さあ踏みつけの効果はコイン1回投げて表なら30ダメージ追加、元から30ダメージあるので合計60ダメージ出せた感じですね。まあ、相手としては、まあ、次のターンサンダーEX がやられちゃう可能性があるので、まあ、後ろに引くしかないというような感じですね。
最低エレキサークルなしに90ダメージ与えてきます。プニン引きましたね。プニンにエネルギーをつけて、ここは、まあ、傷薬誰に使っても一生ですね。まあ、誰に使っても一生なんですけど、まあ一旦なしの踏みつけでいいかなと思います。なしの踏みつけ使っていきましょう。これ裏でも大丈夫 OK ですね。裏だったので30ダメージだったんですけど、ピカチュウの HP が残り90なので、榊プラススリープソング、これで合計90出して勝ちかなと思います。相手榊ケアまでしてきたら偉いんですけど、どうでしょうか。まあ、そのままエレキサークルで攻撃と。さあ、そのままプクリン出していきましょう。スピーダー引きましたね。エネルギーつけて、まあ、榊使って、こちらの勝ちですね。はい。対戦ありがとうございました。まあ、ちょっと今回のはね、コイン裏出すぎだったので、あんまり参考になるかわからないんですけど、まあ、こんな感じでピカチュウデッキも勝つことができると。まあ、普通はもっとピカチュウデッキ火力出してくるので、プクリンのスリープソングとか使って、相手の動きを邪魔をしていかないといけないんですけど、まあ、今回は、ちょっとこのまま動画にしたいと思います。それでは続いてのバトルです。手札は傷薬、榊、プクリン X、カモネギですね。カモネギバトル場に出して準備完了です。で、フリーザー EX ですね。まあ、結構カモネギ対フリーザーっていうのは、カモネギ側が結構活躍してくれるので、まあ、カモネギで序盤から圧かけながら戦っていきたいかなと思ってます。相手、モンスターボール。相手これ、ただ、霞使ってコインが2枚以上表だと、そのまま、バトル終わってしまうので、ちょっと霞はなしでお願いしたいですが、あ、なしでした、よかったです。モンスターボール引きました。モンスターボール使っていきましょう。モンスターボールからはたまたま引けましたね。たまたまをベンチに出して、ここで人手満出すと、人手満出してもらうと結構いい展開になるかな。ここ人手間に出てもらいましょうか。夏目使います。ネギで叩くで40ダメージですね。スターミーに進化したとしても、スターミーの HP 削れた状態で戦うことができますし、逃がしてくるんだったら相手スピーダーを消費しないといけないので、ここは夏目使っていったっていう感じです。うわー、プラス霞も。まあ、ここは裏出てくれないと結構きついですね。おー、ありがたい。霞のコインは裏だったので、カモネギ耐えることができました。プリン引きました。プリンにエネルギーをつけて、このプリンを育てていきましょう。カモネギ、ネギで叩くで40ダメージです。後ろの人手間をの HP を40削ってるので、スターミーを出してきたとしても、サカキプラスプクリンのスリーピーソングでスターミーまで倒すことができますね。さあ、相手は吹雪で吹雪でカモネギを倒してきます。ここはたまたま出していきましょう。進化後のナッシー引けたらありがたいんですけど、今回プリンでしたね。プリンをプクリンに進化して、プクリン EX にエネルギーつけて、このまま盤終了していきたいと思います。まあ、ここ夏目使われるのがきついですね。まあ、このターンに、ベンチにプリン出しちゃうと、
たまたまが倒されちゃった後にプクリン出すじゃないですか。でその後相手に夏目使われると負けになるので、このプリンは出さない方がいいですね。夏目ケアで出さないっていうのが大事です。このデッキ種ポケモンの HP が結構少ないので、まあ、そういうちょっとしたプレイには気をつけないといけないですね。さあプクリン出していきます。たまたま引きましたが、まあ、これはベンチに出さない。たまたまですね。プリン EX のスリーピーソング使っていきましょう。さあ、相手眠い状態にして80ダメージ。めっちゃ強いですよね。コインは裏だったので、相手のフリーザーはこのターン動きません。やば。強い。相手ラプラス出してきました。ラプラスにエネルギーつけて、さらにカスミと、カスミは最初からコイン裏でエネルギーつかなかったです。まあ相手勝ち目ないので降参でこちらの勝ちと。それでは続いてのバトルです。手札は榊夏目傷薬博士の研究プリンですね。プリンをバトル場に出して準備完了です。相手ミュウツー EX デッキっぽいですね。ナルトスがバトル場に出てきました。ミュウツー EX デッキとも普通に戦えるので、まあ、今回はミュウツーともやれるんだぞっていうところをお見せしたいですね。相手博士の研究使ってきました。わあ、ここの博士の研究に対してレッドカード打ちたいんですけど、レッドカードこのデッキ入ってないので、打てないですね。ミューツ EX、ベンチに出してターン終了と。たまたまをベンチに出して、ここは博士の研究使って相手にレッドカード打たれると嫌なので、プリンにエネルギーつけて歌を使っていきます。さあ、ラルトス眠り状態。この高校一旦目にプリンの眠るが結構強力なんですよね。まあ、こうやって相手がコイン裏だったとき、ラルトスもう逃げれないので、次ね、ナッシー使って倒すとかもできたりします。まあ、ただ進化で解除されるので、まあ、今回はダメでしたね。さあ、相手夏目使ってきました。まあ、たまたま出していきましょう。最初からこちらとしてはたまたま出す予定だったので、まあ、この夏目はありがたいですね。ナッシー EX 行きました。ナッシー EX 進化していきましょう。その前に博士の研究でカード見ますか。いや、ナッシー EX 出していきましょうかね。ナッシー EX 出して博士の研究使っていきましょう。ガルーラとスピーダー、ガルーラ出していいかな。いや、出さない方がこれはいいですかね。夏目でプリン引っ張ってこられるのも嫌なので、まあ、ガルーラ出しましょう。ナッシー EX のトロピカルスイング。コインが表なら40ダメージ追加なので、さっき逃げれなかったキルディアを倒すことができました。まあ、この動きができるのが新しいプリンの強みですよね。プリンのおかげで相手1ターン目に逃げれなかったっていう感じだと思います。でもスピードあったら逃げれてますか。キルリアに進化関係ないですね。関係ないですわ。進化がなかったらこんな感じで倒せるよっていうのが言いたかったんですけど、まあ、進化最大状態以上回復されちゃうので意味なかったです、今のは。あんまり。さあ、ミューズ EX 粘土弾でナシ EX に110ダメージ与えてきました。プリン EX 引きましたね。プリンをプクリンに進化してプクリンを育てていきましょう。ナシ EX のトロピカルスイング、裏なので40ダメージです。さあ、ここから相手はどうしてくるんでしょうか。相手ニャース出してきましたね。ニャースはもう遅いかなと思います。
傷薬でミュウツー EX を回復してきました。もう1枚の傷薬でさらにミュウツー EX の HP をマックスまで戻してきましたね。粘土弾50ダメージ。博士の研究引きました。博士の研究使っていきますか。博士の研究を使って、夏目とカモネギ引きましたね。カモネギをベンチに出して、プクリン EX にエネルギーつけて、ナッシー EX のトロピカルスイング打っていきます。コインは裏で残念ながら30ダメージですね。次のターン、榊プラス、何してんねん、俺。何してんねん。榊警戒で傷薬なし EX に使っとけよ。何してんねん。プレミです。プレミしました。さあ、ミュウツー EX にエネルギーをつけて、夏目ですね。まあ、これはどっちにしても倒されちゃいますが、まあカモネギでいいでしょう。逃げ値が1なのでカモネギ出していきます。相手このカモネギにサイコドライブ打ってくるんですかね。粘土弾、まあそうですよね。カモネギにサイコドライブ打っちゃうと負けになっちゃうので、まあここは粘土弾打ってきました。カモネギにエネルギーをつけて、プクリン EX と交代していきます。プクリン EX のスリーピーソング、相手に80ダメージ与えて眠り状態にもできましたね。さあ、もうこれで眠った状態のままだったらこちらの勝ちが確定します。こちらの勝ちですね。相手眠り状態なので技も打てないし逃げれないので、無理ですね。はい。ミュウ 2EX はミュウ3に進化しないので、こちらの勝ちです。さあ、それでは最後にデッキ紹介です。このデッキ結構コイントする運ゲデッキに見えるんですけど、実は結構ね、このコイントスで表になれば勝つっていう場面が1試合で2回ぐらい来るので、勝率で言うと結構いいです。そして新しく入ったプリン。この子もエネルギー一つで技打てるので、高校一段目から相手の妨害をすることができます。今までのプリンはエネルギー二つでしか技打てなかったので、ちょっとこのデッキとも相性が良くなかったんですけど、このプリンと違ってエネルギー一つで技打てるので、すごくこのデッキとは合ってますね。一番最初にプリンが出たとしても最初から攻撃できる、まあ、これが大きく強化された点かなと思います。他にも見てもらったら分かる通り、このデッキ、エネルギー一つで技打てるポケモンばっかりなんですよ。なので、基本的にこういったポケモンにはエネルギー一つだけつけて、他は全部プクリンのためにエネルギーを回すというようなデッキになってます。相手がぶん回った時でもプクリンのワンチャンがつかめたりとか、分回ってもプリンで眠らせることで、相手の邪魔をして、勝ち筋を拾えるっていうのもこのデッキのいいところですね。まあ、この傷薬の枠をエリカに変えたりとか、まあ、いろいろいじるところもあっていいかなと思います。まあ、サガキ減らしてエリカ2枚にしたりとか、まあ、いろいろいじるところもありますかね。まあ、ガルーラもカモネギに変えてよかったりとか、いろいろ研究しがいのあるデッキかなと思います。海外大会で8連勝して、しかも優勝までいったデッキですので、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで、本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。他にもポケポケの強いデッキや面白いデッキ紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。